はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、口の中の悩みがね、明確になってからですね、ちょうど1年になるんですよ。まあそのね、その1年前に遡ってね、いろいろとこう思い出してみたんですけど、口の中のね、その口内炎みたいな白いのができ始めてたんですけど、まあね、それ口内炎やろってちょっとね、思ったんですけども、いや、わからなかったんですよね。でもね、まあその頃から、その担当のね、美人歯科衛生士さんが言うにはですね、治療のために、この錠剤を、こういうの錠剤をですね、白くなっている痛い患部に直接的に、この器具から出てくる、粉をパフパフってこう吹きかけてくださいってね、言われたんですよ。それは口内炎やろと。美人歯科衛生士が白くなってる痛いところにパフパフって言うてるんやから、それは口内で間違いないわってね、そう思ってたんですけど、わからなかったんですよ、その時はね。でもね、その美人衛生士が言うにはですね、この粉をですね、患部以外に吹きかけないでくださいと言うんですよ。まあ、ほんな口内炎と違うか。口内炎の薬やったら、それ以上に広がらないように、ちょっとはみ出して、こう、塗る薬とかもあるもんなって。美人歯科衛生士は口内炎のエキスパートやから、そんな間違いせえへんやろ。それは口内炎と違うと思うわ。って思ったけど、でも分からへんねんけど、美人歯科衛生士が言うには、今ものすごいポン酢とか醤油とかめっちゃ染みるでしょ。ってね、可愛い顔して言うてくるんですよ。ほな、口内炎やないか。そんなことをいちいち可愛い顔で言うてくるんやったら、絶対口内炎に間違いないわ。第一にポン酢と醤油が染みるのは大体口内炎やわ。それもポン酢と醤油を使わないからといってやな、焼肉屋さんに食べに行ったとしてもやな、最初の牛タンのレモン汁でめっちゃ染みてやな、テンション下がってもでその後のカルビとかもうどうでもよくなるねん。それは口内炎に間違いないわ。って思ってたけど分かれへんねんけど、美人歯科衛生士が言うには、僕の舌を見て、あらー、すごい白いコキが出てますねーって言うんですよ。ほな、口内炎と違うか。舌に出てくる白いコケっていうのは、舌にコケって書いて、舌苔っていう名前があってやな。雑菌、細菌、食べかす、口腔粘膜の剥がれた上皮などがやな、舌に付着して集合体で構成されてんねん。舌苔は分厚くなってきたら綺麗に掃除しなあかんしやな。舌苔が多くなると口臭や舌の痛み、味覚障害の原因になることがあるねん。それは口内炎と違うと思うわ。って思ったけど、でも分からへんねんけど、美人歯科衛生士が言うには、歯磨きをしっかりしておいて、お口の中を綺麗にしておいてくださいねって言うんですよ。ほな、口内炎やないか。今さっき言うたばっかりやないか。舌用のブラシっていう用具があるからやな。それを使うか、あるいは柔らかいブラシを使って舌苔を落とさなあかんねや。優しい力で奥から手前へ、うえっとこうなりながらやな。汚れをかき出すように磨かなあかんねん。綺麗にしておかないと細菌に口腔粘膜が負けて口内炎が治らへんねや。もうそれは口内炎で間違いないわ。でも分かれへんねんけど、美人歯科衛生士が言うには、すごく口の中が乾燥してますねーって言うんですよ。ほな、口内炎と違うか。口内炎は白くてぐじゅぐじゅしてて、水分量多いはずやしやな。ほんまに傷口のように痛いし、それに気にしすぎて舌で触ってしまってて、余計に治りが遅くなったりすることもあるしな。自分で自分の傷口を触るのは、かさぶたが痒くなって、ついついかきむしってしまう感覚と同じやからね。それは口内炎と違うと思うわ。でも分かれへんねんけど、美人衛生士が言うには、乾燥は良くないから、よくうがいや保湿剤で口の中を潤わしておいてくださいねってこう言うんですよ。ほな、口内炎やないか。
唇の中が乾燥してきたら口内炎が唇の裏にひっついたりしてやな、勢いよく口をあーってこう開けた時にはな、口内炎が引っ張られて痛いからな。ほんでその保湿剤の種類もいろいろあって、人工唾液っていうのがあるんやけど、あれがめちゃくちゃ臭くて僕は使われへんかったんや。あれだけは二度と使いたくないって今でも思ってるわ。でも分かれへんねんけど、何が分かれへんねや。もうそれは口内炎で間違いないやないか。まだ他に言われたことでもあるんかいな。先生が言うにはそれ、骨髄移植の副作用で出る、GVHD で口内炎どころじゃない、ものすごいただれらしいね。全然違うやないか。もうええわ。どうもありがとうございました。っていう感じでね、ミルクボーイ風にやってみましたけども、今は分かりやすく口内炎とね言ってますけども、実はねそんなレベルじゃなかったってことをね忘れてました。抗がん剤ではね口内炎でしたけども、骨髄移植では粘膜障害によるただれとね先生からのね表現がねありました。説明がねありましたね。抗がん剤のね、口内炎ではね、こんなにもね、このほっぺたのね、内側なんですけどね、もう腫れることはなかったんですよ。こうね、お気づきの方も言ってると思いますけどね、今まででもそうなんですけど、ちょっと口を閉じたらこう、なんかここにこう、ね、くぼみみたいな影できるでしょう。今までそんなことなかったんですよ、病気するまで。もっとこうね、こうシャキーンってこう、シャキーンってこう上がってて、腫れぼったい感じでもなかったんですよ。免疫抑制剤飲んでるからムーンフェイスっていうのもありますし、でもひょっとしたら年齢的にちょっとこうね垂れてきたんかもしれないんですけども、それはねしゃあないことなんですけども、思いたくないんですよ。ちょっと置いといてですね、やっぱりこの口内炎特殊の中のただれっていうのは別物やったんやとね、先ほどねミルクボーイ風にやってみてたら火災確認できました。でもこれからもね、分かりやすく、皆さんにね、伝わりやすいように、口内炎と言って、ね、お話をさせていただきますので、そんな感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。